こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。最近、Amazon の納品先でね、FBA の倉庫が追加になって電話番号を教えてくださいという質問がね、何件か来てるんで、その質問来た分の電話番号を紹介しておきます。まず、もともとあったね、このニューサウスウェイズ、シドニーの倉庫と、それからメルボルンの倉庫、それにプラスして、クイーンズランド、ね、日本人にはよく馴染みのあるゴールドコーストがあるところの近くですね。クイーンズランドに倉庫ができました。で、クイーンズランドの、ね、倉庫の地図、まあ、場所は関係ないですけど、ちなみに地図はこれね。で、住所はこちらになります。で、電話番号は、個別がわかんないんで、オーストラリアアマゾンの代表番号を書いて送ってください。それからもう一つ、ね、パースにできました。で、質問があったのがパース2なんですけど、2があるってことは当然1があるんでね。ここに Amazon グローバルシッピングっていうのがね、パースあるんで、おそらくここが、1じゃないかなと思います。またね、この PER2 じゃない、PR1 が、あるいは PR のね、納品指示があったという場合はね、ご質問してください。ちなみに PER2 の住所はこちら、ね。空港の中というかね、空港内の倉庫でしょうね、これね。にあります。こちらも電話番号公表されてませんので、オーストラリアアマゾンの代表番号を書いて送ってください。結構ね、やっぱりね、オーストラリア売り上げコロナのおかげで急速に増えて、FC も追いつかないと。でね、大都市圏で、利用する人は非常に多いということでね、増えてます。で、オーストラリア大きな都市っていうのはね、まあ順にシドニー、メルボルン、それからパース、ね、ブリスベンと来るんですけど、次おそらくね、じゃあアデレードとかね、キャンベラもできてくるのかなという感じなんでね、ますますオーストラリアアマゾン、ね、今、納品方法、自力でやってる人はわかんない、出品者さんが大部分なんでね、納品して商品さえ出ればかなり売れ行き良くなってます。そんな形でね、今、非常に稼ぐチャンス、実績を作るチャンスなんで、オーストラリアアマゾン。商品探しがもう本当楽になってます。ランキングあるもんだったらライバルがね、ほとんどいない商品が多いし、一時値崩れした商品も値段戻ってますんでね、まあ、どんどん、商品探して納品していってください。またなんかね、わかんないこと確認したいことあったら、お気軽にご質問ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。